指名選手紹介。第1回選択希望選手、阪神森下翔太。1位は森下翔太選手、1位入札は浅野選手でしたが、抽選で外しました。まあ、残りくじだったのでこれはもう仕方ないですね。森下選手はフルスイングが魅力の右打者。スイングスピードも速く、飛距離もある、走力も高く、守備も高評価ですので、近年人気のある身体能力の高い選手です。阪神は右打者が少ないのでチャンスは十二分にあるでしょう。また、来年は佐藤輝が三塁に専念という話もありますので、1年目から外野の一角を奪えるか。第2回選択希望選手、阪神、門別、ケイト。2位指名は門別ケイト投手。最速150キロの左腕投手。変化球はスライダー、カーブ、スプリット。スライダーが投球の軸となっており、また、ツーシームを覚えたことで緩急も使えるようになった。本格派のサウスポーで期待は大きい。第3回選択希望選手、阪神、いつぼ、ひなせ。3位はいつぼひなせ選手。外野手です。投げては最速144キロ、走力も50メートル 6.0 秒と、高い身体能力を誇るスラッガー。逆方向にも鋭い当たりを放てる、関東の高校生外野手では一番ですかね。第4回選択希望選手、阪神、茨城秀俊。4位は帝京長岡の茨城秀俊投手。最速147キロの右腕、変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップ。身体能力の高さが光る投手です。第5回選択希望選手、阪神、遠いレイジ。5位は天理高校のトイレイジ選手。希少性の高い右打ちのショート、長打力と広角に打ち分ける打撃が魅力で、スイングスピードも速い。遠投100メートル、50メートル 6.5 秒。足は期待できないですかね。守備も堅実だが、プロのショートは難しいかも。第6回選択希望選手、阪神、富田蓮。6位は富田蓮投手。高卒社会人の選手ですので、まだ21歳です。U23 ワールドカップの代表選手でもあります。ストレート最速は145キロ。変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップ。高卒社会人ですので、即戦力というよりは伸びしろに期待でしょうか？阪神、選択終了。これで、支配下選手のドラフトは終了です。ここからは育成ドラフトに入ります。第1回選択希望選手、阪神、野口恭介。育成の1位は九州産業大学の野口恭介選手。大学2年時には侍ジャパン大学候補に選出。遠投100メートル、50メートルは 6.0 秒。ポジションは大学でもレフトを守っているようですので、打撃が魅力の選手でしょうか。阪神、選択終了。以上、阪神タイガース2022年の全指名選手でした。1位の浅野選手は強豪で外してしまいましたが、徹底的に右打者、特に外野手を獲得しましたね。2位から5位は高校生で、6位の富田選手も含めて将来性を見込んでの指名となりました。特に2位の門別投手は期待です。1位の森下選手はチャンスをもらえると思うので、来年の春のキャンプから外野手争いが激しくなりそうです。選手票、間違ってたらどんどん突っ込んでください。ドラフトの総括はまた他球団を含めて動画作れたらいいなと思っています。それでは、本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。